皆さん、こんにちは。こんにちは。今回はガーデンオブバンバン2をやっていきたいと思います。前回は地下へと向かうエレベーターでジャンボ助手に襲われて終わったんだよね。あれ？登場人物が増えてない？両端のやつね。オピラバードも健在なのかしら。落下していったんだけど、でも壁画には健在してるんだよね。また追いかけられるのか。それでは進めていきましょう。ゆっくりメガネの時間が始まるよ。ゆっくりしていってね。時計が見えないから移動頼む。ラジャー。今回はバンバンの時計なんだね。行方不明の子供を探す親にとって、時間はデリケートな問題です。そりゃそうだよ、大切な子供だもんね。誕生日会でもあったのかな。少しずつ部屋のものが変化してるけど難しいよね。誕生日ケーキが登場したよ。生物だから冷蔵庫へしまっとかないと食べれなくなっちゃうよね。うわ、手前のテーブルと椅子が綺麗になくなった。また消えたよ、一瞬でどうやってんだろ。謎しか残らない。3時になったね。今度はどこに飛ばされるんだろ。やっぱ、ジャンボ助手のいたエレベーターじゃない？定位置へ戻ります。随分真っ暗な部屋だけど、ジャンボ助手消えたのかな？いた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 。落下ダメージがひどかったみたいね。エレベーターであんなに暴れるのが悪いんだよ。ドラえもんみたいな手が真っ赤になっちゃってる。カードキー落ちてる、拾っておきましょう。あれは愛しのドローンちゃんのリモコンでは？ちゃんと拾いましたよ、寂しかったよ。ジャンボ助手を踏みつけて、先へ進んでいきましょうか。さっき拾ったカードキーで開けていこう。ここって、地下だよね？幼稚園の。ジャンボ助手、さらばじゃ。追いかけてくんなよ。さっさと先へと進もう、追いかけてくるんじゃないかと不安。いつもそのパターンだもんね。でもさすがに始まったばっかだから大丈夫じゃない？何これ、地下にこんなでかい建物があるなんて。病院なのかな？超怖いんですけど。いじっても動かないね、キーないかな？カードキー見つけたよ。こんな端っこに置くことないよね。プリント落ちてる。これなんですよ。私たちのしてきたことがついに自分たちに跳ね返ってきたのです。みんながいなくなり、深淵からのささやきは大きくなるばかりです。私を見上げる顔もあったような気がします。奈落の底に投げ込まれたものは全て死ぬと聞いていたが、どうやら騙されていたようだ。もしこれを読んでいるなら、私のアドバイスに従って、去ってください。ここにあるものは全て忘れ去られ歴史から抹消されるべきです。随分と闇の深いことが書いてあったな。見た目そのままの危ない施設ってことだよね。早く地上へと戻りたいんだけど。どんだけ地下深いのよ、下は見ないことにします。ここから中に入っていけそうだね。雲は実在するって書いてあるけど。雲のキャラなんていたっけか？新しいキャラにはいなかったと思うけど。エレベーターはありますが、階段はいい運動になりますと、書いてありますがね。少しでも楽をしたいのだ。しょうがない、階段で行くか。息切れがひどいけど。え？青いの見えなかった？よし捕まえろ。いなくなったな。逃げ足の速いやつめ。仕方ないから先に行こう。そうだね。あっちの壁にも何か書いてある。まだ電源入ってないから反応しないみたい。壁文字、スパイダーは実在する、そしてそれはやってくるって書いてるね。さっき見たもんね。それじゃ、カードキー拾ったから次行ってみよう。行ってみよう。次はなんだろな。ワクワク。バンバンの幼稚園って書いてあるね。そうだね。幼稚園の地下にまさか他の幼稚園があるとはね。ん？放送？ Hey, you there. I can see you on the cameras. I am so happy to see you. And I need your help with something. Wait, can you even hear me? Hello? Listen, if you can hear what I'm saying, wave at any camera. カメラってこれじゃないのか。あそこに見えるやつじゃない？行ってみるか。手を振ってみよう。何も反応なし。おい、ちゃんと見てんのか？気づけー。目がぐるぐるするではないか。おい、気づけー。何やってもダメかと思ったんだけど。カメラを調べりゃよかったというオチ。なんだそりゃ、先に行ってくれよ。また放送か。Oh, thank God. I'm so glad you're here. I thought this was the end.
I was looking around and walked into the security room. Then the door closed behind me and I've been stuck inside since. It needs a light blue key card to open, but I don't have it. I know why you're here and I can help you, but you've got to get me out of here. If I recall correctly, only maintenance workers held the light blue key card. So you're gonna have to go down to the maintenance room and look there. The door there is probably locked as well, and I can't open it from here, but I do have control over the break room door. Here, I open it for you. See if you can find anything useful in there. それじゃ、休憩室に行ってみよう。あ、オープニングで時間経過とともに変化があった部屋だね。ほんとだ、休憩室だったのね。なんかあるのかな？リスケリすぎだよ。ごめんごめん。ちょっと当たっちゃって。ちょっと物騒なものが置いてあるね。取れないみたいだから、これは違うのね。他にそれっぽいのないかな？なんか棒がある。ってよく見たらコントローラのアンテナベコベコだった。今頃気づいたのか。今頃気づいた。そして、治ったから、ドローンまた使えるかな？ロビーで古い友達が待っていると書いてるから復活したんじゃない？やったね。待ってておくれ。これでドローンを使って、いろいろできるようになりそうだね。そうだね。次はどんな仕掛けが待っていることやら。放送が聞こえた気がする。耳良すぎでしょ。Oh, the good old drones. I lost mine a couple of weeks ago. Maintenance workers used them for all sorts of things, like reaching high places and grabbing things that fell into the abyss and sometimes even comfort. It's good that you have one. It might be useful in our little conundrum. You'll have to get into the maintenance room.I'm unsure if it can be of much help, but wave at the cameras if you need my insight. 周りに怪しいところあるかな？え？ドローンカスタマイズできんの？後でやってみようかな。机になんかメモがあるね。調べてみよう。症例更新レポートだってさ。ヒトゲノムの実験レポートのようだけど、難しすぎてよくわからないね。考察は他の方に任せよう。あ、なんかあった。数字の小さい順に押していけみたいなことが書いてあるね。ドローンでまずはスイッチを押さないとね。よし、行け。ナイス。それじゃ、ボタンを押していきますか。いや、その人2番目の人だから。あ、間違えた。順番よく見て。机のボタン押すだけなので、割愛します。押し終わったけど、何か起きたのかな？よくわからないね。それにしても、さっきからあの壁の駅になってたんだよね。新しいキャラいるもんね。そうそう、しかも3体もね。保安官とか捕まえる気満々だよね。ゆっくりセリーヌとかね。ナナシもいたけど、まあ、いっか。名前つけてあげてほしいね。どこにも何もないと思っていたら、すぐそこのドアが開いていた。見落としがちだよね、カードキーゲット。ここでカスタマイズできるみたいね。やば、放送とかぶった。Now we can go down to the maintenance room. Remember, you're looking for a light blue key card. Good luck and thank you. ポチッとな。お、ナナシと思ったら、ナブナブって名前だったのか。友達いなくて惨めになっても大丈夫って。寂しいこと言うなよな。敬意を持って接するのが大事と伝えたいのかな。さすが保安官だね。私は遅いかもしれませんが、困っている人をすぐに助けますだって。見本のような方だね。なんだろ、ここは？労働者への注意喚起だから大したことないと思ったけど、雲と対峙した時は、救助が来るまでできるだけ大きな音を出すと物騒なことが書いてあった。え？もうここに雲出るの確定じゃん。いきなりは出てこないよね。もう引き返したいのですが。それやると進まないんだよね。覚悟を決めていきましょう。こうなりゃダッシュだな。そっちは行き止まり。幸先悪し。ところどころ矢印あるけどなんだろうね。道しるべのようにも見えなくもないけど。なんか微妙に違うんだよね。引っ掛けかな。そうかもしれないね。見てると逆方向ばっかりだもんね。
青色は合ってそうだけど、ピンクが逆な気がする。お、それは鋭いかもしれないね。予想だけどね。あ、またメモ落ちてる。また、難しいことが書いてあるね。直接は関係なさそうだから飛ばそう。そうだね。さっきの私の予想は合ってたかも。ナイス。忘れてたけど、雲まだ出ないね。油断せずに行こう。なんかテープゲット。これは映写機ではないのか。使えないみたいだね。あの部屋は開いてんのかな？真っ暗だから開いてなさげだね。自分自身で守れって、大事なことだよね。上への階段あるから行ってみよう。スイッチがめちゃくちゃあるね。ちょっと早送りしよう。ドローン操作なかなかむずいんだよね。手を抜くとうまく飛ばないからね。そうそう。面倒でもちゃんとやるといいかもね。よし、ラスト。扉の開く音したのにな。下の扉じゃない？飛び降りるか。無理だった。到着せずにちゃんと行きなさい。段飛ばしした。失敗して足ぐきってなるときあるよね。あるある。なぶなぶか。矢尻対お年頃なのね。カードキー見っけ。あれ？取れない。取れた取れた。よし、進めるね。何の音？うわ、なぶなぶいいんじゃん。これ逃げれないやつだよ。そうと、動いてみるか。ついてきてる。もはや、ロックオン状態だよね。終わったわ。はい、済みました。うぎゃー。ま、そうなるよね。そりゃそうだよね。余裕ぶっこきすぎた。さて、リベンジ。青はそのまま、ピンクは逆ね。やじゃー。あともう少し。逃げ切ったかな？ふう、ここまで来れば一安心。不安を煽る音消えたもんね。途中途中でテープを拾ったけど、会議室で見れるみたいなんだよね。それは見てみよう。ワンバンじゃない？なんか囚われのみって雰囲気？見た感じそんな雰囲気だよね。でも、テープってことは録画なんだよね。今のバンバンではないということ？その可能性もありそうな気がする。テープは他に何もなさそうだね。続きが気になるところではありますが、今回の動画は以上にしたいと思います。今作はやりごたえがあるなぁ。続きもお楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。それでは、またね。この動画をご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをぜひお願いいたします。チャンネル登録もしてくれよな。ちょっと、空気の読める男ではなかったのか？空気は読んでるつもりだが。マジか。おすすめ動画と関連動画もぜひご覧ください。それでは、次の動画でお会いしましょう。またね。